これね、どういうふうに収支報告書とか作ってるんですかってよく聞かれるんですけど、最近もうね、皆さんがね想像するよりもね、ずーっとね、どんなふうにやってんだぐらいの、もうアナログのね、面倒くさい作業なんですよ。そうですよね。何百枚とか何千枚の領収書がバーンって貯めてるやつを、事務所のその会計の専門家でもないスタッフの方がこうやって売って、一生懸命やってて、そういう世界の話で、最後ね、公認会計士の人の委員会員いるんですけど、そんな何千枚の領収書一枚一枚見てくれないで、いやー、見ないですね。ポンってそうですよ発行するだけね。で。